トンガでっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあそれでは、続きましてこちらもやらせていただきます。ガチャは引くべき？サガザステージ、七英雄の、期間、アマゾンプライムビデオ、発売日記念、サガ魂ガチャ、ロマサガ2編、ざっくり性能チェックのコーナーでございます。リアルクイーン編のざっくり性能チェックは、概要欄にリンクを貼っておりますので、もしよろしければこちらも合わせて、ご覧くださいませ。さてさて、こちらのガチャでの新スタイルは赤秀才、宮廷魔術師男こと、アリエス、シティシーフ男ことスパローの、3名、果たして今回のガチャは引くべきなのか、否か、引くのであれば誰を狙って、引くべきなのか、ざっくり性能チェックを、してまいります。それでは早速確認していこうじゃないか。まずはじめにチェックしていきますのは、赤秀才。随分前に A スタイルが、実装されて以来、久々登場の新スタイル。今回、サガ魂ガチャスタイルとして、登場の死にたがりのおじいちゃん。果たして新スタイルの性能は、いかがなもんでございましょ？スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。腕力が 108% プラス17とかなり高め。精神が 85% プラス11とこちらもかなり高めとなっております。素早さが 71% と、低めなのがちと残念ですな。赤秀才のアビリティについて、ターン開始時、自身に挑発状態小4ターン、かつ精神を大アップさせる誘引熟達3、精神、バトル開始時、自身の BP を2回復、OD 攻撃発動時に雷殺斬プラスが、発動する忠義の試験、よダメ特大アップかつ連携と、OD 攻撃時さらによダメ大アップの、オーバーハイテンション、開幕 BP12 スタート、よダメは常時プラス 20%、そして OD 攻撃時プラス 15%、連携攻撃時プラス 15%、OD 連携発動時ならよダメは、プラス 50% ですな。さらに OD 攻撃発動時は雷殺斬プラスでの、追撃が発動。ターン開始時に挑発状態昇格自身の、精神大アップ、手動運用で敵の攻撃を、集中させて戦うといった感じの、アビ構成ですな。赤秀才のスキルについて、BP0 で使える威力残雷単体攻撃のライト打ち取り、BP6 で使える1ターン回避カウンター技の無刀取り、こちらはカウンター技命中時、腕力デバフ症のおまけ付き、BP15 で使える SSSS 威力残雷単体攻撃の極、雷殺斬、極、雷殺斬で2ターン目から SSSS 技を、ぶっ破可能。開幕火力が欲しい場合は、A スタイルから声優剣プラスを、継承ですな。ライト打ち取りで BP を使わず残雷継続火力を、出すことが可能。単体周回では残雷の、火力枠として活躍が、期待できますな。無刀取りで3ターン連続カウンター運用が、可能。OD 発動と合わせて、使えばカウンターからの雷殺斬プラスで、とんでも火力を出すこともできるロマンあふれるスタイルですな。ついに SS スタイルで登場の、赤秀才。残雷の単体火力枠の引率役として、活躍できますが、一番の魅力はカウンター運用での、ロマン砲ですな。OD 発動のタイミングでうまく、カウンターが発動すれば、敵の HP をがっつり削ることができそうです。スコアバトルでのダメージミッションなどで、活躍してくれそうな感じですな。ただ、大変面白いスタイルではありますが、現状別になくても困らないスタイルといった感じではありますな。体験の単体効果力、アタッカーが欲しい。OD 無刀取りからの雷殺斬プラスで、快感を味わいたいという方は、確保しておきたいスタイルといった感じですかね。続きまして宮廷魔術師男こと、アリエス、今回初実装でございますな。女の方とは違ってこちらは水と、風の副属性スタイルで、登場。現在、連星装備の関係で副属性術師はいまいち使いにくい感じでありますが、果たしてその性能は、いかがなもんでございましょ？スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。知力が 96% プラス11と、結構高め。
精神も 95% プラス17とかなり高いです。他は体力が 91% とこちらも、高め、防御特化の術師といった感じですな。アリエスのアビリティについて、ターン終了時に確立中で、自身の HP を消回復、かつ BP3 回復の、連機再生3、ターン開始時に確立大で、味方生存者全員に、攻撃強化中と防御強化中を、1ターン付与する迫撃の、策、火ダメ極大軽減の鉄壁の、守り6、火ダメは常時マイナス 40% で耐久力はかなり高め、ターン開始時に 37% の、確率で味方全体に攻撃強化中と、防御強化中を1ターン付与、ターン終了時に 25% の、確率で HP 消回復かつ BP3 回復、運に左右されますが、自身の耐久力が高く、BP の回転も良さそうで、攻撃面、防御面両方ともに、味方のサポートができるアビ構成ですな。アリエスのスキルについて、BP2 で使える味方単体に、防御強化賞4ターン付与するエアスクリーン、BP3 で使える D 力残単体風術の、ウィンドカッター、BP8 で使える味方生存者全員に、ファストでガードアップ中、打属性防御強化台、突属性防御強化台を、1ターン付与するミサイルガード、攻撃技はウィンドカッターのみ、攻撃面では全く当てになりませんな。エアスクリーンで味方単体に、防御強化賞を4ターン付与できますが、今までエアスクリーンを使った記憶がないので、多分これからも出番なし。アリエスの魅力はミサイルガードでの、全体ガードアップ中と、打突防御強化台ですかね。ダヤ突属性のどぎつい攻撃が、飛んでくるような高難度クエストでは、ピンポイントで大活躍してくれることでしょう。プレイヤブルキャラとして初実装の、宮廷魔術師男こと、アリエス。攻撃力は皆無、防御のサポートに特化したスタイルとして、登場ですな。水と風の副属性のスタイルのはずですが、今回風術しか持ってこなかったみたいですので、ワンチャン今後新スタイルが、実装されることに期待できるかもですな。いまいちパッとしないスタイルのような感じではありますが、ハマるクエストが来た時には、他のスタイルでは真似できないレベルの、活躍が期待できます。問題はそんなクエストが実装されるかどうかですが、炎上活躍する機会がなさそうなスタイルではありますが、こういうのがある日突然輝く時が、来たりする可能性がビレゾンだったりするので、アリエスの未来に希望が見えた人は確保しておきたいスタイルといった感じですな。最後はシティシーフ男こと、スパロー。こちらもプレイアブルキャラとして、初実装でございますな。メイン3話で登場していたので、いずれ来るとは思ってましたが、まさかこんなに早く実装されることになろうとは、女と違って弓キャラとして、実装されたシティシーフ男ですが、果たしてその性能は、いかがなもんでございましょ?スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。器用さが 107% プラス14とかなり高め、そして知力も 82% プラス14と、高め、シティシーフというだけあって、素早さが 94% と、高めです。スパローのアビリティについて、敵を倒した時、自身の BP を5回復する連機吸収。ターン開始時、自身の器用さと知力を、ショーアップさせ、さらに自身の BP を1回復する連機術達1、器用さ知力、よだめ極大アップのテンションアップ6、よだめは常時プラス 30%。ターン開始時に器用さと知力を、ショーアップ、自身の BP を1回復で、実質前ターン BP 4回復、さらに敵撃破時 BP 5回復、敵を撃破したターンは BP 9回復ってことですな。うまく使えば周回でも、大活躍してくれそうな感じです。スパローのスキルについて、BP 4で使える D 力突単体攻撃のかがり影縫い。こちらは攻撃命中時に、素早さでバフ症。麻痺4ターン付与のおまけ付き、BP7 で使える SE 力突単体攻撃の、エゴブレイク。こちらは攻撃命中時に、知力でバフ症。混乱4ターン付与のおまけ付き、BP9 で使える SSE 力残突横一列攻撃の、
イズナ、イズナで敵を撃破できれば、毎ターンイズナを連打可能。残突の横一列周回引率役として、活躍が期待できますな。ここ最近、中央攻撃が大活躍ですので、必ず出番は来ることでしょう。またかがり影縫いで麻痺付与薬兼素早さデバフ役、エゴブレイクで混乱付与薬兼知力デバフ役としても、活躍可能。幻灯城で混乱のお題が、来た時は活躍できそうです。プレイアブルキャラとして初実装のシティシーフ男こと、スパロー。総能水弓キャラの新戦力として、登場ですな。連機吸収のおかげで、横一列運用で周回引率役として、活躍でき、素早さデバフ、知力デバフ役としても活躍可能。幻灯城では麻痺付与役としても、仕事できます。また混乱のお題が来た時には、貴重な混乱付与役としても、活躍してくれることでしょう。幻灯城の弓のお題攻略のために、弓の新戦力が欲しい。残突横一列周回引率役の、キャラが欲しい。弓の混乱付与技が欲しいという方は確保しておきたいスタイルといった感じですな。というのが、今回実装された新スタイルについての、私の感想でした。それでは今回のガチャ、引くべきか否か私の意見ですが、弓キャラの手持ちが少ない、水着リズがいないならスパロー狙い、アリエスに未来を感じるならアリエス狙い、幻灯城の弓を攻略している、もしくはそのうち攻略できたらいい、アリエスが輝く未来、そんなものはない、という方はスルー、といった感じですかね。以上、サガザステージ、七英雄の、期間、アマゾンプライムビデオ、発売日記念サガ魂ガチャ、ロマサガ2編、新スタイルざっくり性能チェックの、コーナーでございました。まああくまで私の個人的意見でございますので、適当に聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。